岩本達一岩本達一9月1日から1982年6月23日は日本の実業家、政治家、山形屋会長、貴族院多額納税者議員。鹿児島県鹿児島市で実業家、岩本善造の三男として生まれ、おじ、新兵の養子氏となり、山形屋の六代目を継承した。第一鹿児島中学校を経て、 1934年、慶応義塾大学法学部を卒業した。その後、東京銀座の松屋に入社し、デパート経営を経験した。1935年、山形屋の取締役に就任し、1943年会長となる。その他、田辺鉄工所管査役、新生工業副社長、日本ガス取締役、 小牧組取締役などを務めた。1939年9月29日に、貴族院多額納税者議員に任じられ、研究会に属して活動し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。1969年県在会などの指示を受け、鹿児島空港ビルディング社長に就任し、1980年度を会長となった。その他、 鹿児島商工会議所特別顧問、鹿児島県経済同友会集審判事などを歴任した。1982年6月、人不全のため、鹿児島市立病院で死去した。ありがとうございます。